1294年、ナーシル・ムハンマドは、カラクに追放された。ナーシル・ムハンマドは、バフリー・マムルーク朝の、第10代、13代、15代スルタン。即位名により略して、ある、マリック・アル・ナサー・ムハンマドとも呼ばれる。父は、第8代スルタンのカラーウーン。兄は、第9代スルタンのアシュラフ・ハリールである。1293年に、兄が、 家臣に暗殺されたため、後を継いだ。ところが10歳にも満たない幼少のみで強力な、後ろ盾もなかったため、翌年には、幼少のムハンマドの下で実権を握っていた、モンゴル人のマムルークである、アーデル・キトブガーに、スルターン・イを奪われてしまった。しかしキトブカー、そしてその後を継いだマンスール・ラージーンともに失勢を、重ねて、短期間で没落し、 1299年には、福井することになった。ムハンマドは、自らの権力を固めるために、子外のマムルークを登用、育成しようとするが、これが、父や兄時代から仕えていた子参のマムルークから反対の、動きが起こり、ムハンマドの貢献役だったはずのムザッファルバイバルスを、擁立する動きを見せた。これに脅威を感じたムハンマドは、メッカ巡礼を口実に、カラクに逃れ、 スルターン位を明け渡した。だがムザッファルも失勢を重ね、それを見たムハンマドは反対派を結集して放棄して1310年1月にダマスカスに入場。翌2月にはカイロを奪還してムザッファルラ自らの反対派を徹底的に粛清した上で福井を果たした。二度の敗位と三度の福井という経験から、ムハンマドはスルターン権力の強化を慎重かつ柔軟に行い、 また複雑な税制整備やイクター制の整備、エジプト総督や財務長長官を廃止してその権限を回収するなどの改革を行って内政改革に成功した。人事でも迷信と言われたアブアルフィダを登用し、彼を中心にしてイルハン朝の軍勢に勝利している。外交では敵対勢力だったジョチウルス、さらに宿敵のイルハン朝とは僕してその文化を 導入するなどしたこのため、バフリー・マムルーク長は、ムハンマドの時代に全盛期を迎えるに至った。晩年のムハンマドは、車子に走って、財政を傾かせた。また、政権基盤の強化から、周囲の支持を取り付けるために過度に恩赦を与えるなどした、ためマムルークの力が強大になってしまった。このため、1341年に、ムハンマドが57歳で死去すると、 たちまち有力マムルークが後を継いだこのマンスール・アブーバクルを暗殺して権力闘争を展開し、ムハンマドの息子たちは有力マムルークやアミールの区靴として利用されることになった。その結果、ナーシル没後からブルジー・マムルーク町に交代する42年間に彼の8人の息子、2人の孫、2人の彦が相次いでスルターンに擁立されることになった。ありがとうございます。